熊谷陸軍飛行学校は、日本陸軍の軍学校の一つ。主として、飛行機操縦に従事する、航空兵科か士官となる生徒、少年飛行兵、あるいは、将校、か士官の操縦学生などに対し、飛行機操縦の基本教育を行った。1935年12月に開設され、1945年2月に、第52航空師団の一部に、 改変のため閉鎖された。学校本部及び本校は埼玉県大里郡に置かれ、他に各地に文教場、または文教所があった。跡地には現在航空自衛隊の熊谷基地が置かれている。飛行機の操縦には高度な技能を必要とするため、陸軍では1933年8月、教育効果の高い10代の志願者から、 試験合格者を採用し、航空陛下の現役歌手官とする少年生徒の制度が定められ、1934年2月より、所沢陸軍飛行学校において操縦及び技術の生徒教育が行われた。熊谷陸軍飛行学校本部1935年7月、蒸気制度のうち操縦文化の生徒教育のため、熊谷陸軍飛行学校令が制定され、 同年12月1日施行された。これにより開設されたのが、熊谷陸軍飛行学校である。学校令第1条で、熊谷陸軍飛行学校は、飛行機操縦に従事する航空兵科現役貸し官と、試すべき生徒を教育、する省と定められた。学校の編成は、陸軍航空本部長に隷属する校長のもと、幹事。 本部、生徒隊及び材料省である。熊谷陸軍飛行学校は、埼玉県大里郡三尻村に置かれ、12月4日より、事務を開始した。学校令では一般及び、陸軍部内から、上記制度の消防試験に合格した、操縦生徒と、操縦十字の航空兵科幹部候補生及び、陸軍補充令。 第83条第1項の可視官候補者として採用された特殊生徒が主な教育対象であったが、その他に憲兵を除く、陛下歌手官以下を招集して、飛行機操縦に関する修学をため差しむることも可能とすることが定められた。1937年9月、所沢陸軍飛行学校が廃止され、それまで同校で行われてきた。 操縦学生などの教育も本格的に熊谷陸国飛行学校で行われるようになった。同年12月、熊谷陸国飛行学校例改正により特殊生徒に操縦候補生を加え、さらに同校において航空兵会館及び可視館を特殊学生とし、広報、または気象に関する航空兵器の調査、研究なども行うことが定められた。学校の編成は 校長、幹事、本部、研究部、教育部、及び材料省となった。1938年1月、陸軍省国時第五号により、一般からの消防試験に合格した、操縦生徒は、前年12月に開校した、東京陸軍航空学校に入校式礎教育を行い、同校を卒業した後に、 熊谷陸軍飛行学校で操縦教育を行うよう改められた。訓練中の少年飛行兵1940年4月、陸軍士官兵令、陸軍補充令改正、熊谷陸軍飛行学校令改正などにより、陸軍はそれまでの航空兵科現役可士官と試すべき生徒の制度を少年飛行兵制度として定めた。これにより従来までの熊谷陸軍飛行学校の 操縦生徒は、操縦十字の少年飛行兵となる生徒と、同生徒の加点を終了して、上等兵の階級を与えられる操縦十字の少年飛行兵に改められた。同年7月、熊谷陸軍飛行学校令改正により、それまで行われていた、飛行機操縦に従事する幹部候補生、操縦候補生、陸軍補充令、第83条第1項の可視官候補者への、 教育は除外され、新設された岐阜陸軍飛行学校などへ移管された。また、前年7月には、広報特殊学生の教育が新設の白木、古陸軍飛行学校に移管されている。これらにより、熊谷陸軍飛行学校における非教育者は、操縦文化の少年飛行兵となる生徒及び、少年飛行兵の比率が高まった。 他に1940年10月に開設された、宇都宮陸軍飛行学校、立原井陸軍飛行学校と合わせた参考で、操縦文化少年飛行兵の基本操縦教育を行った。1945年2月、在内地陸軍航空教育部隊臨時編成により、熊谷陸軍飛行学校は、航空教育団、連成飛行隊、練習飛行隊、 航空教育隊などからなる新設の第52航空師団の一部に改編される形で閉鎖された。学校の根拠となる熊谷陸軍飛行学校令は1945年4月18日施行の陸軍航空本部領下中山直令改正等の県により廃止された。熊谷陸軍飛行学校の跡地は1945年8月。 太平洋戦争の敗戦により、同年9月に進駐したアメリカ陸軍第43師団によって接収され、以後約13年間米陸軍キャンプとして利用された。1958年、同キャンプは日本政府に返還され、同年8月、航空自衛隊、熊谷基地が発足し、現在に至っている。桶川分教城跡限、桶川飛行学校平和記念館、 熊谷陸軍飛行学校は、本校の置かれた埼玉県大里郡の他にも、各地に所在する既存あるいは新設の陸軍飛行場に分教場を設置し、教育を行った。分教場、または、分教書は、非教育者の在校数、あるいは他の陸軍飛行学校解説に応じて、時期により、様々な陸軍飛行場が指定あるいは指定外となっており、 設置が固定されたものではなかった。下記は熊谷陸国飛行学校の開校から廃止までの間に文教上、または文教書として使用されたことが確認できる陸国飛行場である。桶川文教場は私有形文化財に指定され、老朽化に伴い2018年6月から2020年3月にかけて復元整備工事を行い、同年8月4日、 桶川飛行学校平和記念館に改修されている。整備には寄付等を募っている。霊属とは固有の上級者の指揮監督下に入ること。単に指揮系統だけでなく、投御、経理、衛生などの全般に及ぶ。帝国陸軍編成総欄第1巻61ページ、材料省とは、機材の修理、補給、管理などを行う部署のこと。軍隊以外で、 飛行機操縦を習得した後に、陸軍の可視官になることを志願するものこの場合の招集とは、在京軍人を軍隊に招致することではなく、すでに軍務についている軍人を特別教育のため、指名することである。高等教育の学歴を持ち、民間で飛行機操縦を習得した後に、陸軍の予備役将校、または、可視官を志願するもの 1940年7月31日施行の熊谷陸軍飛行学校令改正の第9条で文教書を受け、区ことを読と定められた。それまで陸軍部内文書では文教書という文言が使用されていた。ありがとうございます。